ただいまお昼の11時半ごろです。9時にライトを点灯してからお客さんがただいま切れたので朝一番の餌やりを今からしていきたいと思います。こちらは今日は海藻70から落としていきたいと思います。ここは一気にたくさん食べれる子たちばっかしなので海藻70を多めに落としたいと思います。海藻70はもう1日1回たっぷりと落としていきます。そうすることによってこのようにマンダリンにも粒餌が当たるようにしています。まあ残った餌というかね、もう落ちてるものは全てクイーンやケヘリ巾着ダイが拾ってしまうので、まあこの子たちもこの子たちもちょっとずつ入れるとどうしてもクイーンとケヘリ巾着ダイに餌が取られてしまうので、結構たっぷりめに落として1日に与える餌の回数を1回もしくは2回にしております。で昨日はセレクト、つべさのセレクトを1回与えただけで、今日は海藻70を1日1回与えるだけにしようかなという感じで、1回に与える餌をたっぷりめという感じで今やってみています。こちらは朝一番で、メガバイトの、ね、S サイズ与えているので、本日は2回目のメガバイトグリーンを流していきたいと思います。まあ、こちらは個体自体がみんなちっちゃいので餌はなるべくこまめに1日4回与えております。まあ早くねスミレヤッコとかブラヤッコが一回りでも二回りでも大きくなってくれたらなと思って1日4回与えてるんですけど、こちらクマの実もそうですね、ホワイトチップももう1年以上飼育してるんですけどまだこの大きさですし、まあベニゴミはこれ以上大きくならないかな。でアカネハナゴイももう目いっぱいですかね。出番はもうちょっと大きくなるかな。まあ、ここはね1日4回しっかりと与えて育ってほしいなという水槽になっています。でこっちの水槽もみんなたっぷりと一気に餌を食べれるので、今日も1日1回の海藻70のみを今から流していきたいと思います。もうスプーンもう1杯ぐらい入れていきますね。よいしょ。こんな感じでみんなバクバクバクとたっぷりとね下に海藻70が落ちるようにしています。こうすることによってまあそうですね、稲妻やっこもこうまあたっぷり食べれる子はたっぷり食べて、食べれない子はまああまり食べないみたいな感じでこの水槽は大丈夫かな。まあ育ってほしい子たちがやっぱり稲妻、ロックビューティー、チリメン、エラルドあたりかな。あとの個体はそこまで、あ、蝶々をね、ハタタテダイも大きくなってほしいかな、多少は。なのでこの子たちはよく食べれるので、あ、ミヤコテンゴハギもかな、たっぷりめに落としてまあ食べれたらいいかな。隠れクマノミとかはねそんなに食べないんですけど、まあこのやり方がもしかしたらいいような気がしますね、こまめに与えるよりも。まあ健康状態としては
みんなよく食べてましたね、今も。うん。じゃあ続いて、まあ朝一番でクリル与えてるんですけど、ブラインシュリンプ流してみたいと思います。取りに来てますね。もちろん金魚花鯛は食べますし、黄色ハンゴハゼも、うん、よく食べてるかな。出てきて、あとはロイヤルグラマー、ここですね、下の方、あ、出てきた出てきた、食べてるね。クリルもね食べてましたし、今の動き見る限りは口に運んでるような気がしますね。餌自体がちっちゃいので食べてるかどうかの判断って難しいんですけど、やっぱ金魚花鯛が食べる勢いの方が強いかな。そんなに下の方に落ちてないかな。でも拾って食べてるような感じの動きしてますね。うんうん、まあ、食べてる食べてる、ちっちゃいの、まあ、ここもこんな感じでクリルとブラインシュリンプね、乾燥の。それをまあ、2回ずつ、4回。そうですね。朝、昼、夕方、感じであげようかな。続いて、こっちですね。よいしょ。まあ、ここもね、1日1回にしています。昨日はセレクト、たっぷり。たっぷりじゃないな。スプーン1杯ぐらい、与えています。今日は海藻70の日ということで、海藻70の S サイズを少しで、ね、スプーン1杯ぐらいかな。よいしょ。ガラス面が反射して見にくいですけど、みんな食べてるかな。うん、うん、クロシテンも下の方でつついてるんで調子良さそうですね。みんな結構下に落ちてるのを食べてますし、うん、じゃあ次は M サイズの海藻70をスプーン1杯入れたいと思います。みんな食べてますね。なくなったかな。うん、まあ、見た感じ状態は良さそうですね。うん、まあ、こちらも今ちょっと餌控えてて、まあ1日に1回ですねの餌やりに今とどめています。まあ1日1回をねたっぷりめに与える感じですね。はまあ、このあとこっちのねエトラの餌あげて、ここはねもう3日ぐらい餌あげてないんかな今。で今日はねホワイトブラインシュリンプをここに流そうと思います。うん、今から流そうか。ちょっと用意します。今からホワイトシュリンプが用意できましたので入れていきたいと思います。
あれですね、サザナミハギはあんまり食べないですね、ホワイトシリンプ。海藻はやっぱり好みなのかな。まあ、でもね、苔とかあるんで、まあ、食べれなくても大きくなれるかな。多分苔つついてくれてるんかな。でね、苔食べてますね。どうしようかな。もう一回ぐらい行こうかな。あとはね、こっちに入れようかな、残り半分ぐらい残ってるので、スミレアコ水槽にも流したいと思います。みんな美味しそうに食べてますね。こっちにも入れてみましょうか。残り4分の1、みんな食べるかな。多分ね、金魚花鯛は食べると思うんですけど、ホタタテハゼも食べてくれてるかな。あんまりね、ホタタテハゼが冷凍餌を食べるイメージがないので、食べるかな。食べてるね。ロイヤルグラマーは行ってないかな。冷凍餌行ってなさそうですね。目の前にあるけど食べてくれてないな。食べるな。多分慣れたら食べれるのかな、もしかしたら。今日はこんな感じです。